片岡総司員霞ヶ浦。はい、お疲れ様です。なんか何個目か分かんないけど台風がバンバン来ちゃってて。そうですね。プリプラなかなかいい感じに荒れてて、まあ僕いた子初日来たんですけど、まあ普通にスロープ使えない感じで。そうだよな、危ない感じになって。そうですね。なんでまあおかっぱりとなどなどで。おかっぱり。まあその見えるエリア、まあ、風裏とか風の当たってないとか、まあ、あんだけ吹くとその底荒れとかして多分明日行っても食わないとかそういうエリアが出てくると思うんで、その荒れてないエリアとか、まあ、常に水が落ち着いてるエリアとか、まあ、水の濁りとかを見て回ってって感じですね。なるほど。もうほぼ釣りしてないんで、まあ、どういう状況か分かんないですけど、まあ、でも甘くはないと思います。だよね、はい、晴れ上がっちゃってますよこれ。そうですね、今晴れてるんですけど、2日間雨降って、結構大雨降ったんですよね。大雨降って風も冷たくて、水温が下がってると思うんで、で結構ね、昨日の段階でも聞いた話1度とか下がってるらしいんですよね。なんで、まあ、今日も1日風吹いて底荒れしてってなってるんで、表面水温自体は多分2度ぐらい落ちてると思うんで、それに多分バスが対応しきれてないんで余計に食わない、口を使わない、多分いるはいると思うんですけど、まあエリア的には多分ほとんど変わってないとは思うんですけど、その口を使いにくい状況にとりあえず明日はなると思うんで、明後日からね多分食うと思うんですけど、逆にね、落ち着けばなんですけど、まあそれも明日もしかしたら風また吹くかもしれないんで、今のところ吹かない予報ですけど、まあどうあがいてもプレッシャーで潰れていくんで、とにかく明日をどれぐらいのウェイトで乗り切れるか感じですかね。なんか多分感覚的にはなんか3キロっていうか3本4本とかもきつい状況にはなると思うんで、揃わないんじゃね、まあ、って話なんで、まあ厳しいですけどやるしかないんで。うわ来た、これは最終戦もう最終戦なんで、うん、まあまあ悔いのないように、もう自分の、まあ、好きなっていう感じでもないですけど、まあ守ってもしょうがない順位にいるんで、とにかくまあ最低でも立ちとか、まあわよくば優勝を狙えるような釣りエリアをやっていかないとダメかなっていう感じなんで、みんな勝負かかってるから。そうですね。僕はまあ どんだけ頑張ってもどうですかね、上が総崩れしてシングルがいいところだと思うんで、まあでもそこをね、ラッキーでもいいからそこは目指していかないとやってる価値ないんで、頑張ろうかなという感じですね。じゃあ最終戦に向けて頑張ってください。はい、頑張ります。はい。